MVX ツースト3気筒ですね。蓮華神社っていうねとこに行くんですけど、なんか紫陽花が綺麗ですね。いいですね。なんかね、紫陽花がずっとでもないけど咲いてて、蓮華神社ね、実は行ったことないんですいや行こうかなと思ったことあるんですけどね、坂きついっすよ、登るのが。うーんと思って行ったことないんですけどね。なんかこっちの山の方からも行けるみたいなんですけどね、そっちの方が楽なのかな。どうですかこれ、まだここ厚木市なんですけどね、林道ではないんですけどね、前から車来た、かなり林道チックな、一応路面は若干荒れてますが全線舗装です。なんかいいでしょ。路面はそれなりに荒れて、おっとっとっと、デッキはなかった路面はそれなりに荒れてます。でこれは憩いの森の駐車場が右ですね。でこれを左、こっち、どうですかこの雰囲気。一応こう渓谷みたいになってていいっすね。写真撮ればよかったかな。ちょっとこんな感じの、ちょっと写真撮ろうか。これこの道なんていうんですかね、なんか特に道に名前ついてなかったような気がするんですけど、なんか近場で気持ちがいいんで、距離そんなあるわけじゃないんですけどね、この辺すごい気持ちがいいんですよ。さっきのね、駐車場のあたりに車とかバイクとかを止めて、まあ散歩するのもいいですよね、この山の中ね。ちょっとシールドも上げたくなります。まあ、ここね、さっきも歩いてる方いらっしゃったし、結構ね、歩いてる方とか、あと車も意外に来るんでね、そこはもう本当に気をつけないとダメですけど、気持ちいいんですよ、ここ。特にこういう、こう、暑くなってきた頃はね、
木漏れ日もいいじゃないですか。てっぺんですね。ここからあとはこね、こう一等三角点とかあるんですよ、ここ。うん。でここからはね、かなり急な下りになります。で。こんだけすごいこういやね山中っていう雰囲気ですけど、いきなりねあの結構でかい住宅地に出ますね。だから本当にこの一角というかね、守られてるんでしょうね。坂はまあそこまで急じゃないけど、ちょっとねジップログさんとかに走ってもらいたい感じがしますけど、ね、ちょっとね来るのが大変ですね。ここの角度とかすごいもんね。結構いい角度ですよここ。多分ね12、3度はある感じですね。俺が今まで測った最高は、わあびっくりした、蝶々がいた、危なかった。というか、なんか、いや、お前何？君何？なんで君そこにいるの？一人で。というか、普通の鶏じゃないよね。わかんないです。種類わかんないですけど。あ、ごめんごめん。戸惑ってる。ごめんね。びっくりしたわ。びっくりしたわ。そんなんいる方がびっくりしたわ。なんだっけ、何の話したっけね、ほら激大じゃない、普通の住宅地に来るんですよ。ね、っていうことで、なんて言えばいいんですかね、あそこはね、あの何だっけ全然今頭空っぽのため一瞬あのまあ、飛雄山ハイキングコースのところね、飛雄山のところの、抜け道というか山道というか、そんなでした。